1890年アメリカ、人類史上初の乗馬による北米大陸横断レース、スティールボールランレースが開催された。車椅子の青年ジョニー・ジョースターは鉄球を操るジャイロ・チェペリと共にレースに参加した。だがレースの真の主催者であるファニー・バレンタイン大統領の目的は北米大陸に散らばる聖なる遺体を集めることにあった。二人は遺体を狙うスタッフたちを撃退しながらレースを続けるが、レースステージにおいて総取りを目論むバレンタインの教主によりジャイロが倒れる。しかし追い詰められたジョニーは友の残した鉄球を利用し起死回生の一撃を放つのだった。ジャイロ、あのお方を狙うテロリストはよ、今ここで完膚なきまでにぶっ潰す。そんなこんなことが、死んだはずのジャイロが。いいかジョニー・ジョースター、スタンド能力を限界まで使え。友を救うために必死になってこの私を倒せ。ジャイロがバレンタインと一緒に襲ってくるなんて。ジャイロ、僕のことがわからないのか。畜生、やってくれるぜ。ジャイロ、僕のことを覚えていないのか。思い出してくれ。前みたいにくだらない歌やギャグを聞かせてくれ。ああ、今覚えたぜ。もう忘れねえ。お前さんが心底ムカつく野郎で、今度会ったら絶対に鉄球食らわせてやるってことをよ。ジャイロ、何もかもなくしてしまった。ジョニー、君の気持ちはわかるよ。僕もたくさんのものを失ったから。でも今は遺体を集め直して異変に立ち向かうことを考えるんだ。それがきっと君の友達を救うことになるはず。奴を倒せばジャイロが帰ってくる。行くぞ、アクト4。それがバレンタインを追い詰めたエネルギーか。無駄。やめろ、奴の言葉に耳を傾けるな。お前がそのように警戒するのはもっともだ。当然のことだと思う。お前が私を撃つために銃を隠し持っているのも理解できる。そうとも、お前がジャイロを撃った銃だ。これでお前を。まさか。ここは
ロッキー山脈の村か。おい、ジョニー、こりゃどういうこった？なんでこんなところに戻ってるんだ、俺。ジャイロ、僕のことがわかるんだな。にょほほ、来たな、テロリストども。ぶちのめしてやる。絶対にやってやる。ジャイロ、君か。上州、何度でも戻してみせるさ、ジャイロ。ここは何が起きたんだ。よし、戻ったな。ジャイロ、君は待っていてくれ。もう少しで全て終わる。